のクズ、腐ったるバカ野郎、死ね。彼女を傷つける気はなかった。誰か助けてくれ、誰か助けて。おかげで助かった。どういうことなんだ。妹さんがフラヤに使えるより俺とライラックワンに行きたがってることが奴は許せないのさ。では彼は妹の恨みを晴らそうと。ああ、だがなぜだろうな。彼女に何かを強制したことも乱暴したこともないのに。スケリッジ人が女司祭よね。俺はてっきり。てっきりなんだ。そんなことはしないと。全員が神を信じてるわけじゃない。だがそれを認められない奴が多い。それがフラヤ確執につながるんだ。そんな慣習は間違ってる。イルマとは相思相愛なんだ。いつか一緒になれる方法を見つける。宗教は矛盾だらけだ。教義にも欠陥があるはずだ。それを女司祭たちに示してやる。そうすればイルマと結婚させてくれるさ。旅してるんだろ。もし役に立つものがあったら持ってきてくれ。礼は弾むよ。火山の裏側にある小屋に住んでる。何か考えてみよう。それと激怒した兄とは距離を置くようにしろよ。
ああ、こんにちは。何か見つかったか？おかげで助かったよ。ここではもう学ぶことはない。世界を見るべきだな。どこかでイルマと結婚する方法が見つかるかもしれない。頑張れよ。